一番線が、鉱馬、森岡方面。二番線が、大館方面駅南方での分岐左手が、鉱馬、森岡方面。右手線路が、大館方面駅前風景と和田南駅は、秋田県和野市と和田西木際座浜田にある、東日本旅客鉄道花輪線の駅である。島式ホーム一面二線の列車交換可能な、地上駅である。スイッチバック構造の駅で、 運転方向切り替えのための停車時間を要する。このような構造になっているのは、当駅から小坂への路線計画があった名残である。数の花輪駅管理の業務委託駅。駅舎には緑の窓口、乗車駅証明書発見機が設置されている。かつては、戸和田湖観光の玄関口として、急行列車も停車したほどのにぎわいがあり。 2003年3月までは、戸和田湖方面への路線バスも多数発着していた。そのため、駅近くの渋谷弁当部製造の西金魚コアなどの駅弁も販売されていたが、2003年10月末限りで販売を終了した。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は138人で、ある。2000年度以降の推移は以下の通りである。 路線バス、と和田南駅前バス停かつては駅前に JR バス、東北と和田南営業所があり、と和田湖へ向かうと和田南線が運行されていたが2003年に廃止された。けまない駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。